僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうもバキドコとグンピです。過大評価の飯、過小評価の飯を語ろう。はい、私常々思ってまして、これめっちゃ美味しいけどみんな侮ってるなとか、これなんでみんなこんなありがたがってんだっていう、こんなものをこれをはいピックアップしたいご飯もいれば、それちょっと待てよって言いたいご飯。そう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 、盛り上がりすぎじゃないっていう。例えばだけど、じゃあ分かりやすく例で言うと、梅干し。過大評価です。梅干し。ああ。まあお弁当のね真ん中にあって、そう。なんかあったら、あ梅干しあるお弁当だってちょっと思うね。思う？まあご飯任してくれみたいな顔してるじゃない。そうね、ど真ん中俺だけでいけるよみたいな。そんなにはうまくないじゃない。そんなには米進まないじゃないですか。そうね、ご飯の面積に対して1個ドンといるけど、そうそう、結構老害だと思うな。昔からいるだけの梅干しは老害。オワコンだね。そっか、天下りであの地位与えられてるけど、そう天下りでだから、でもみんな好きだからさ、天下りでそのコロナの時の歌い出すようなさ、ああいう貼ってるあれがお似合いですよ。梅干しの写真見てね、唾液出るようにされたね。あれがお似合いですよ。でもこれ梅干しでも梅を干してるわけじゃないですか。一方ですよ、干し柿、過小評価すみません。おー、干して梅干しはあんなに変な味になるのに、変な味って急に酸っぱくなってつけたりしてなんとか食うもんなのに、干し柿にしてごらんなさい。あんなに甘く食感もよく美味しいよね。同じ干してるだけなのに。そっか、今干し柿の味がもうピンとこないな。もう話さ今回向いてない。いやそのぐらいだから、干し柿っていう名前のイメージとか、あと柿もそもそもちょっとおじいちゃんっぽいじゃない。干し柿も食べないですか、干し柿。だからあんまり食べてきてないと思う。柿もおじいちゃんっぽい上にさらに干してて、なんかおじいちゃんもおばあちゃんっぽいなっていう思いで。土赤がもう食わないんだ。こういう人多い、もしかして。なんじゃないかな。干し柿食べたことない人。ほら、いないですよ。いや、結構みんな引いてますよ、土赤に。ボルペさん、ちょっと引いてますよね。いや、そうっすね。食ったことないんだ。まあ、あるだろうけど、だな。柿もあんまない。柿も、まあまあ、柿は食べたことあるけど。カツオとか羨ましくなんない？その柿をさ、人の家の柿取っちゃう気持ちとかわかんない？そうね。なんだろう、盗む目的なのかなって思ってた。盗みのスリルが味わいたくないよ。手軽に味わいたくない。食べて味とかどうでもよくて。うまくてとっちゃうぐらいうまいのよ、あれは。ああ、そうなんだ。そう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 。マジで柿の木とかたまにあるじゃないですか。ああ、大きいお家あるよね、柿の木。ワクワクしないですか？まあそうだね、なんか家のブランドは感じるけど、柿がある家はなんかかっこいいんだろうなって思うけど、まあじゃあもう言うしかない。でもじじいが食うもんだみたいな思うわけじゃない。要はカツオがさ、あの時取れなかった柿をさ、ずーっと思ってじじいになっても食ってると思うわけじゃない。違うんですよね。柿もめっちゃ甘くて美味しいけど、もう干し柿にしてる甘さが何倍も凝縮されてうまいんですよ。干し柿は見た目なのか分かんないけど過小評価だなと思いますね。甘さで言えばメロンにも匹敵するんじゃないですか。あ、本当。メロンも過大評価だね。メロンも。ああ、そう。メロン美味しいけどね。めちゃくちゃうまい。甘いのももちろんメロン大好きもらったら嬉しいけど、実は甘ーって思うとこって少なくないですか？ああ、少ない。ね、こう切った半身だったら、マジでこのちょっと。上の部分だけ甘くて、あと手抜いた部分しかないじゃないですか。そうね。手抜いた部分。で、すぐ硬くなるね。そう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 。メロンって、だからその、一番うまいっていう感覚を覚えてるから言うけど、意外にうまくない時間多くないですかっていう。過大評価だと思います、メロンはね。果物で続けると、イチジク。俺これ過小評価だと思います、これは。ああ、過小評価。食ったことないんじゃない？イチジクなんて。イチジクもそうだね。花ですよ。花を食うんですけど、これはもう完全にその、イチジク館長の風評被害というか、そのやっぱ思い出しちゃう、イチジク館長。イチジクって聞いたら、イチジクよりイチジク館長のが聞くことが多い人もいるかもしれない。ちょっと風評被害。うん。結構うまいけどね。酸っぱ甘くて。これでバナナもそうだね。バナナもあんなに甘くて美味しいけど、バカにされがちじゃないですか。猿が食うもんだとかさ、まあそのペニスすぎるですとか、その食う時が間抜けなんだよね。剥いてさ、こうやって。ってのが間抜けなんだよな。そうね。これなんかそうだね、この作業。これが間抜けなんですよ。チンポっぽいっていうので、まあ過小評価。なんでそれ挟みたいの。一方、アワビはもう過大評価ですから。かなりすぎますから。すいませんね、すいませんね、本当にね。誠に遺憾です。過小評価で言ったら、野菜の天ぷら。ああ、はいはいはい。そうね、どうしても天ぷら行った時に、ね、まあエビがメインすぎて。エビ天うまいよね。で、あとまあ、かしわ天とかも、まあお肉でね、こう、食べ応えあってんだけど、しその天ぷらとか、で、あと、インゲンとか、ね、かぼちゃとか、もう、なんだろう、こう、ちょっと美味しいお店だったらめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。お前いいもん食ってるな。違うっすね。違う。ちょっといい店だったって。ちょっとって言っても、別にあれよ、そんな、別にめっちゃ高いわけじゃないよ。天丼で、まあ1500円とか。ね、ちょっと、いつもより贅沢だけどぐらいの。しますよね。いや、まあでも、ナスの天ぷらとか、それはもう、でも、舐められてないと思っちゃう、ナスの天ぷらは。ああ、ほんと。もう、ナスの天ぷらってみんなわーってなるイメージがある。あれ、天ぷらになるための野菜じゃないですか、スポンジ状でさ。油をしみしみに入れて。うん、そうね。天ぷらなどの野菜なんだよ、ナスから。うん、そうね。でかいしね、水吸う部分が。そうですよ。うん。通常評価だと思います。ああ、ほんと。みんなが思ってるぐらいうまい。うん。でも、かぼちゃの天ぷら、もう、良さがわからない。あ、ほんと。ありがたがる理由が、その過小評価というか、もう、それも、今の位置でいいよっていう。うん。あ、でも、かぼちゃもそれこそね、なんか、こんな甘くなるんだって。もともとちょっと甘いけど、天ぷらにしてなお甘い。でも、天ぷらって、つけ汁がちょっと甘いじゃないですか。ああ。ずーっと甘いもん食って、エビもちょっと甘汁で食ってさ、他も甘汁で食って、で、かぼちゃも甘汁で食ってたら、そんなうまくないじゃないですか。あれまで続いてんだから。かといって塩につけたらそんなうまくないじゃないですか。塩につけたらしょっぱくない。塩には負けるぐらいのその甘さじゃないですか。そんなですよ。いやでもね、なんかかぼちゃのそれこそまあ塩でいってもいいし、ね、つゆでいってもいいけど、うん、メインの野菜じゃないけど、メインのエビとか以外って意味だと、その卵であったり、最高卵の天ぷらの時々やりますよね。そう、あとなんだっけ、変な四角いやつらの塊、かき揚げ。あ、かき揚げじゃなくて。イカじゃなくて。イカかな。どう捉えてんだ、お前の世界の。変な。動物番長じゃないけど、変な四角い奴らの塊が。もうそんなもん食ってんのか。宇宙人じゃん、もう。なんだよ、それ。あれの天ぷらも美味しいし。もう企画が変な感じになる。何の話だよ。逆にね、逆にもう過大評価の方の話なんで、僕が過大評価だなって思うのは、マグロ以外の寿司。で、まあ寿司。嬉しい、寿司なんで嬉しいよね。そう。で、サーモン、縁側、もういってる？サーモンの縁側もいってる？うん。ボタンエビのこともいってる？そう。だから、寿司って、マグロ以外全部ではないけど、僕も、まあエビ食べるし、で、イクラなんて大好きだけど、その、寿司っていうことで一個、もう高級感上がった状態で行くけど、確かに。やっぱあんまり、ね、縁側でしめ鯖とか、まあイカとかね、そっち系、で、あんま食べないし、僕も食べないし、結局、みんなあんまいかんなと思って。行くよ。縁側なんて行くし、確かにでも、高級感、店に行ったら、寿司だと思って、テンション上がってるからうまく感じるんだよってのは。そうそうそう。これは反論ができるというか。だから、リーダーがでかすぎるだけっていう、そのマグロが引っ張ってきた、マグロトロが。ああ。いや、だから僕は、その、じゃあ、葬式の寿司屋どうなんだったんですよ。好きな人が死んで、やべえのに、寿司屋って食ったらうめえじゃないですか。その、しょうがないのにうまいじゃないですか。俺昔寿司好きで葬式行ってましたよ。寿司食いに。子供の時とかは。寿司食えるから。あ、退屈だからね。ね、そうそうそう。それはどうなん？それは。めっちゃうまいじゃん。うん。いや、でも僕、寿司がそもそもいくらしかちっちゃい頃食べなかったから。寿司が嫌いだったよ。寿司がじゃあ。ちっちゃい頃に食べて。寿司が嫌いなだけじゃねえか、それ。そんなに魚食わないだけじゃねえかよ。で、大人になって、その確かにトロとかは確か美味しいなが分かってきて。もう食ってるな。分かったじゃん。マヨコーンも食ったろ、お前は。なんだこれ、お前。うまいんだよ、マヨコーンも。逆に僕、イクラはそんななんですよ。ああ。イクラって、なんかほんと見栄え担当って感じ。ああ、見栄え。その、赤欲しいねって別に赤にしてんだろうなっていう。ちょっとキラキラしてるからね。そう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 。いくらって、結構醤油をつけるわけじゃないですか。醤油をつける。醤油味の食べ物なわけじゃないですか。で、醤油味をつけて醤油にコーティングされるけど、いかに醤油じゃない味が出てくるかが、ネタのさ、勝負じゃないですか。意味だったら独特な風味がすごい美味しいね。サーモンとかだったらその油の感じが甘くて美味しい。醤油以外の味が飛び出てくるけど、いくらってずっと醤油の味しない？醤油含んで醤油の味するだけだから、じゃあ醤油飲めばいいじゃないぐらいの。でも、まあもちろん醤油漬けの花からのやつもあるじゃないですか、いくら自体。でも、まあまあそうじゃないイクラもあるときに、これ、その醤油漬け、そんな醤油漬けじゃない感じのイクラ。いいイクラね。うん。ときに僕は、やっぱちっちゃい頃から醤油つけずに食べてるから、イクラを。その、ちっちゃい頃、醤油も僕、ね、なんか子供には濃いものだと思って食べてこなかったから。犬じゃない犬とかあげないけどね。そう。で、イクラもそうね、その、なんだろう、そのまま僕は食べるから。そうね。だからちょっと味変でちょっと醤油垂らすとこもあるけどぐらいの。こんな風だったんだ。知らなかったこれ。ぶれちゃうぐらい変だ。なんかこういうなんか連れとかもあったりするんですよ正直。ああ、ごちゃんとかで。ごちゃんとかで。課題評価されてる食べ物上げてけとか。これで結構課題評価されてるで上がるのがカニ。ああ、なるほどなるほど。カニ過大評価されがちじゃねっていうのは確かに結構めっちゃあるんですけど、これどう思いますか？まあでも味はめっちゃ美味しい。そこも割れるんですよ。あれそんなうめえか。そうそうそう。どこまでも骨みたいにないか。ああ。でしかもめんどいじゃないですか。労力がやっぱかなりあるじゃないですか。うん、そうね。そう。めんどい。労力をそのなるだけ少なくやっていくように人間は発達していったのに、ファーストフードとか。まだこんなことしなきゃいけないし、の割には身も少ねえしさ。そうね。で、しかもこう、ポキってやって、ほら、まだ食べれるよってやるけど。いるよ、そいつ。そうそう。まだ食えるってやついるの。うまい人がやるから出るけど、そうね。自分がやっても出ないしね。なんでそう、カニがめくるのうまくて何が偉いんだよ。それまだ食えるよ、だって。なんだよ。そんな、こいつがねえよ、こんなのバカよ。なんで、たけしさんとか。でも、カニってね、何度も言いますけど、僕はよく時々言いますけど、カニが一番進化してる理論ね。僕言ってますから、やっぱその、生き物ってのは、どんどんカニ化していくってね。ああ、なんかカニ化大現象みたいなね。そうそうそう。もともとエビだったやつとか、もう、その進化の果てに、カニっぽくなってくっていう。ね、薄く平べったく。ね、ヤドカリみたいなやつもカニになってくし、エビもカニになってくしっていう。カニが一番、その、合ってる地球にっていう。結構カニ類が一番というかめっちゃ多いわけですから。修練進化ですよね。カニになって、たまたまカニっぽくなってくっていう。ああ、みんなね、辿ってったら、あそこに行く。そういう意味では本当にカニを評価してる。俺は。いや、食べ物としてのね、話だから。食べ物としてはそうね。うまいカニはそんなことないかもしれないですね。ああ、そっか、なんか一流の、ここってお店行けばいいのかね。カニほど、体のすべて食われる生き物もいないじゃないですか。ね、味噌まで。こんな食われるかねっていう。腕も下ももがれて、全部もがれて、腹も開けられて、なんかこそげて食われてさ、出汁にされてさ、そうね。で、器なんてね。器にされて、カニほど全部食われちゃう生き物もいないからね。大変だなと思いますよ。いや、カニは僕はでもまあ好き。サワガニも好きだしね。ああ、ちっちゃいやつも。そうね。天ぷらうまいですよね。唐揚げがうまいですよね。あと、おしゃれ部門だと、課題評価、生ハムの原木。もう、何がいいんだって言われな。はいはい、もうこんな、こんな生ハムの原木買っちゃったなんつって。給付金で買っちゃったよなんてね。見ましたよ、ほんなら。食べさせてあげようかな。ちょっと近くないですか？これなんつって。もう、こんなにでっかいのにさ、今日これしか取れないな。そうね。なんだよ、ちびちび食いやがって。あんなに大きいんだから、バツンで、ドンって食わせりゃいいのに、ガーッと食わせりゃいいのに。なんかメロンね、その塩分高すぎるからちょっとずつしかみたいなね。そういうことでさ、ごっつんってでかく見せるんだからさ、見せなきゃいいじゃん。じゃあそのままパックで売ってりゃいいのにさ、原木から切りましたよとかパックで干し豚みたいにやればいいのに、でっかいあれで期待感を持たせるだろ。そうね、うまいんだっていう、そう、あれ豚の足でしょ、つまりゾンビでしょ、つまり。ゾンビじゃねえか。ゾンビの足じゃない。並びさしてさ、肉をさ、あれはもう全くわからないね。一方やっぱね、海苔の佃煮は過小評価されますね。ああ、足りてないか評価。足りてない。あんなに米が進む、米進ませ力が高いもの。そうね、美味しいねあれ。ありますか。かといって、その目先の辛さとかに頼ってないんですよ。甘いんですよ。ちょっとかしょっぱいけど。何あの味。あんな味なくない日本以外に。あるか？海苔の佃煮なんて。で、それで、そんぐらいジブがあるから、ご飯ですよっていう。名乗ってんだ。そう、全部のご飯で名乗りたいであろう。ご飯ですよっていうのを、ね、名乗って、名乗れるぐらいの王様なわけじゃないですか。そうね、みんな僕もご飯だけど。僕もご飯だけど、僕もご飯ですけど、で、もう押し切ってご飯ですよってやれるぐらいの、そうね、ポテンシャルがあるのに、海苔の佃煮だけあってご飯とかってちょっとやっぱなんかへーってなっちゃうじゃないですか。あれはもっと美味しいって言われていいと思う。でいくと、甘納豆。もう名前がかわいそうでね。甘納豆食べたことある？ありますよね。こうちっちゃいのに袋入ってちぎってね。袋入っても。あんな美味しく甘くてさ、納豆だってさ、海外の人が最も嫌うジャパネーズフード納豆。そうだね。全然甘い納豆じゃないわけじゃないですか。別にね、違うね。全く違うのに甘納豆ってなんか、誰が決めたの甘納豆ってあれ。なんなん納豆ってのは何？腐ってもないのにさ、僕最初甘納豆って食う前は何これと思ってね、でまあいいから食べんしゃいなんておばあちゃんに言われて食べたらばこんな美味しいものがあったんだってね、一個一個名前を言えば黒豆だとかね、いろいろその白豆うんぬんいろいろあって、これは甘納豆って名付けたセンスがないやつ。誰がこれは甘納豆にするって言ってたらよくないな。もっとうまい、もっと原宿、青山とか、クレープみたいな感じで食われていいと思う。甘納豆は。もっともっと甘い豆をまず、向こう、海外の人は食わないらしいんですよ。僕、あんこがすごい好きなんですけど、和菓子がすごい好きで。黒いものを海外の人は食わない。ヨーロッパ系の人はね。ヨーロッパの人ってやっぱケーキとかさ、白いものじゃないですか。だし、豆が甘いってのが抵抗あってやっぱ食べないなと。あんこはやっぱ世界に行きづらいっていう。あんバターとかになってる最近ね。バターの力借りてなんとかですけどね。そう。ここら辺悔しいんだよな、俺。もっと上手くなってほしい。もっとみんなに。チョコなんか全然うまいんだから。ああ。チョコの方が好きか。まあチョコの方が好きだね。それは子供の時に食わされてるだけなんですよ。カカオ農家のこと考えたことあるか？カカオ農家のこと。いや、考えない。チョコ食ってないんだぞ、あいつら。チョコ、どんなのか知らないままカカオ運んでんだぞ。ああ、そうだね。でしょ？ね？そう。そうね、チョコの状態ではないんだもんね、向こうは。そうそうそう、向こうは。で、苦いんだよな、カカオな。苦かったりとか、そういうの運んだりとかして。そうそうそう。チョコは俺、わかんないな。結構、浅瀬の味って感じ。ああ、まあ、わかりやすいもんね、ちっちゃい子にも。わかりやすい味。そう。いつまでチョコ食うのって感じですね。チョコはだからそのね、バレンタインデーっていうね、イベントを手に入れてるだけなんだよね。まあ市民権がね、一個でっかくあるね、そこで。そうね、チョコをもらえなかったやつが、その、ね、低いみたいな言うから、俺はチョコもらえなかったからだろうって言われるんだ、これもね。うん。それじゃ本当に始まんないんだよな。本当に。僕、確かにみんな意外と過小評価なんかなって気になってるのが、きなこ餅が、なんかみんな、なんか醤油でばっかりだな、お餅と思って。その、なんかうちで。きなこ醤油ってこと？そう、醤油でもうお餅食べるだけ。で、その、僕はもう別に餅焼いて、きなこだけでいいんですよ。醤油つけずに。はいはいはい。僕、きなこ餅が食べたいんですけど、なんだろう、うちで例えば正月とかやった時も、別に僕以外誰もきなこ使わないし。で、割とそうかな。なんか実家帰っても、なんかみんな醤油だな、で、実家に。みんな醤油だな。うん、で結局なんだろう、だからこの辺の顔ぶれとお餅食べる機会があってもみんなきなこ行かないしで、まあそうか、わざわざきなこじゃなくてもいいって感じだよな。確かに僕かなりなんだろう、別に醤油じゃなくていいやで全部きなこでいいぐらい圧倒的にきなこ餅だな。へえ。パサパサしません？喉乾いたりとかきなこで咳込むじゃないですか。うん、咳込む。うん、必ず咳込む。必ず咳込むでしょ？そうで、咳込んだ瞬間にお皿のきなこが全部飛ぶけど。そうそうそう。餅がまずだってさ、食べたら死ぬかもしれない可能性があるわけです。まあそうね、ちゃんと噛まないとね。死ぬかもしれないと思うほどうまくないじゃないですか。フグならまだしもだね。で、その餅に咳込むかもしれないっていう。のを足すっていう、どんだけ体に試練を与えてるんだよ、こっちからしたら。あ、確かにお年寄りには相当リスクあるね。いや、そうです、そうです、そうです。醤油にどんどん変えていかないとって思っちゃう。きなこ醤油は僕も非常に好きなんですけどね。ああ、醤油にきなこ混ざって。そうそうそう。が、もうダントツでうまいかなと思っちゃいますね。まあ、あとほんといろいろ俺もいっぱい考えて、俺は。もう、やっと言うだけだけど。せんべい、オワコン、つくね。課題評価。生卵をくぐらしてどうする？そんなメモでないでくれ。豚汁、豚汁、過小評価。うん、食パンはただの皿。皿じゃないよ。美味しいよ。バターとか塗ってさ、美味しいよ、チンして。豆腐は志によって、うまいとそうでないのが差がありすぎると書いてます。ああ、ピンキリ。そのお店とかによって、どういうテンションで出してくるか。めっちゃうまい豆腐もある。あるね、たまにね、美味しいってこれはうまい豆腐もあるけど、基本的にはもう志が低い。鍋にまあ、賑やかしでいてもらえますかって感じじゃないですか。まあそうね。で、まあ味はしないしさ。まあそうね、味あんまりしないの。過小評価1個いいですか？あ、はい。OK。伊達巻き。おー、過小か。伊達巻きって、おせちにしか登場しないんですよ。そうだね。本当にそれ以外、本当に見ないんですけど。あんなに美味しいじゃないですか。美味しいね。伊達巻き美味しい。めちゃくちゃ好きで。なんなら、なんかちょっとしたお弁当のレギュラーメンバーに。いていいよね。いてもいいんですけど。で、なんか蕎麦とかに、あれ入れて食うとめっちゃうまいんですよ。蕎麦の出汁の酸っぱさと、ちょっと甘み相まって。なんですけど、本当に伊達巻きってもう、おせち一択、そこの一定数しかいない。稲川淳二扱いですよ。夏だけ。その季節の人。夏だけみたいな。居酒屋とかでも、あれ置いてある店とか見たこともないし。伊達巻きって相当うまいよな。わあ、ちょっとそっか、甘いから、ちょっと何と合わせていいのかってなっちゃうのかな。カステラみたいな感じね。卵がやっぱ基本的にアベレージが高いから、巨人軍ですから。ね、だってオムレツあって、スクランブルエッグあって、目玉焼きあって、ね、TKG にしてもお前何してるのお前、本当にその、スーパースター、メジャーリーグなわけじゃないですか。例えが変わってる。メジャーリーガーなわけですから。そう、巨人軍。伊達巻きも、それは相当うまいけど、卵にした時に、わざわざ伊達巻きにするかねってことなんでしょうね。卵という、その、大谷翔平という。そうか、どの場所で育成するかってそう、それを、その、草野球とかに。そうね。ですかってことですね。そうね、その、顔ちっちゃタレントで呼ばないもんね。そこじゃないからね。ちっちゃいけどね。そう、ほんとそう。そう、それでいくと、僕、本当にぴったりだなって思ったのが。それでいくとね。その、過小でもない、課題でもない。本当に食べる機会としてぴったりって思うのが、恵方巻きってマジで1年に1回だけ食べたくなる味だよなって思うんですけど。これどう？わかりますね。恵方巻きは確かに。まあでもその、なんだろうね。やっぱどうしても、コンビニのやっぱ、試作が裏に見えてしまうっていうか。そうだよね。割と、なんか僕らちっちゃい頃はそんなに多分なかったよね。多分まあコンビニのある程度ね、プッシュで売っていくものな気するんですけど。だから、その売らないとコンビニが自分たちで買うことになるみたいな。そういう噂も聞いて、ちょっとやっぱ怖い食い物な気するな。だから、手が伸びないけど、食ったらちゃんとうまい。そうですね。だからあれ、本当にめっちゃでかいやつを、一回も喋らずに一個の方角見て、食べ続けなきゃいけないっていう、あの縛りさえなければ多分もうちょっと食べれる。あれ確かに設定の遅すぎたよな。確かに。遅すぎ設定。本当だ、これ良くないね、これ。そうね。そうだね。もっと食べやすいサイズにして、みんなで楽しくおしゃべりしながら。本当にそうだ。本当にそう。いやちょっといろいろありました。皆さん大丈夫ですか、お二方は。ああ、言い残してる。これだけじゃ言っていいですか。金子さん。はい。共感得られるかわかんないですけど。はい。ドレッドヘアの男の食生活なんて共感できる気がしない。なんでそんな。課題評価。はい。なのでウインナー。僕も思ってたんです。ウインナーを悩んで。そうそう、ウインナー。ウインナー入ってると。もうウインナー味っていうか、もうなんか料理ってそれみんなでこうバランス取ってんのに、うん、なんか和を乱すことが鍋とかおでんとか、ね、そういうとこにも入ってくるわ。あんまり調和してない気がする。あるある、おでんとかそうね、バイキングとかで取っちゃうとね、あ、ウィンナーの味あと引くなってなるもんね。確かに確かに。確かにね、それ単体だとめっちゃね、美味しいんですけどね。うん、ウインナーとまあ目玉焼きあってご飯ぐらいだね。確かに万能ずらしてるねみんな。おでん行きますせー、バイキング行きますせーみたいな。ああ、それそうだ。実際はちょっとおじさんの手みたいな匂いするもんね。しないよ。しないかな。俺する気するんだよ。ウインナー食う時いつもおじさんの手食べてる気するんだよ。本当なんだ。まずだって一番身近にいたおじさんってずっとチンチン触ってたお父さんでしょ。そうそう、よくわかった。俺の親父の手の匂いすんの。そうなんだよ。ああ、ありがとうございます。いや、これ課題評価確かに。確かに。馬肉かなめさんとかは。あ、馬肉も課題評価だね。馬肉もね。ああ、確かにね。馬肉もちょっと高級な店じゃないと出ないね。出ないけど、そうね。まあ、うめえけどっていう。今日はうまく食っちゃうんだからっていう。普段と違う味っていう。ジビエは怖いけど、うまく食っちゃうんだからみたいな。その、あれだよね。うまく食っちゃうっていう。うまく食っちゃわない。それはうまく食っちゃうって。これが美味しいだけなんだよ。うまく食っちゃってるみたいな。馬肉さんどうですか？僕は、過小評価されてると思うのが、いぶりがっこ。なるほどね。ああ、いやー、過小評価どうだ？もっと上をいける存在だと思うんですけど、その。うん。秋田の人ですもんね。そもそも秋田の人。あ、そっかそっか。まだローカルフードで収まってる気がして。ああ、確かにね、秋田ってすぐ思い浮かんじゃうってことは、ローカルフードかもしんないよね。確かに。そうだね、名前が、そう、最初いぶりがっこって言われた時に、わかんなかった。その、日本のひらがなのものなのか、どっかから来たカタカナのものなのかも、わかんないし。うん、オブリガードみたいな感じもあるしね。そう、うまい食い物の濁音の量差じゃないっていうか。うん、そんな濁音声もうまくないよって思っちゃう。いぶりがっこって思っちゃう。美味しいよね。そうね。クリームチーズなんか入れちゃうと美味しいよね。うん、漬物だからかなりトップだと思いますよ。もっといってほしいってこと？もっとそう、いってほしい。でもご飯とかとは合わないじゃないですか、いぶりがっこ。たくあんに勝てますか、いぶりがっこは。ご飯よりかは、まあ、居酒屋とかで、いぶりがっこ入りの何かがあったら絶対頼むのに、いぶりがっこ入りのポテサラとかでも、すごい嬉しいのに、なんかその、酒の席であったら嬉しいのに、全然普及されてないなっていうイメージ。あー、だから大人すぎるんじゃないですかね、その、酒の席。でもそれは食うけど、俺もいぶりがっこみんな背伸びして食ってるじゃないですか、いぶりがっこって。まあそうね、最初そうだな。そうね、子供とかが一発目に食べる味じゃないってことなのかな。ああ、確かにいぶりがっこって、その、味がパーンと来てるわけじゃなくて、こっちで勝手に引き算して、その、多分、めっちゃ、なんだろう、めっちゃ多分、この人、めちゃめちゃもっと奥行きあった上で、ここしか出してないなっていう味してる。そう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 。すごい。なんかそうだね。勝手にね、僕らはだこれだけ見せられた上に、これを引いてのこれなんだなって、勝手に思ってる。ああ、あなた素晴らしいわ。言いたいことを言語化してくれました。さすがですよ。そうだな、いぶりがっこは。これはまだまだいろいろできそうですね。ちょっと、まあ、もっとお菓子編とかね。ああ。やってもよかったかもしれないですね。確かにね。次は分けてもいいかもしれない。うん。いや、土岡の食生活でもう一回食べてみてください。いくらを醤油つけずに食ってたとか。うん。そうね。あと一回、小学生の時、なんか一回だけ試しで、梨が好きだから、梨でご飯食べて、で、その一回しかやってないけど、うまかった。うん。そう、うまいわけないと思いながら、なんか、でも好きだしと思って、やったらうまかった。本当に終わるところで申し訳ないけど、俺は梨はマジで過大評価だと思ってる。あ、そうですよね。もう、リンゴの介護官というか、リンゴ食えない地域の人が梨にしょうがなく手出してるっていう。あ、本当？梨のが。薄いじゃないですか。いや、僕、梨の方が、あ、リンゴのもっとうまいやつあったんだって思った。ちっちゃい頃。あれ、ボールペンもうなずいてる。うまい梨食ってんのかな、みんな。でも、うまくないリンゴもうまいから、俺は。まあでも、味が僕は、ちょっとリンゴが、まあ要は果蜜があるから、甘いアップルパイにしても最高だけど、梨パイって聞かないじゃないですか。アップルパイ。それはやっぱ甘みが、リンゴの方がまあ下品という言いようもあるけれども、ちょっとまあガツンとくる甘さ。濃いんだろうね。梨はやっぱちょっとその、奥行きの、和三本じゃないけども、その、枯山水のような、その、宇宙のような、そういう感じがする、奥行きな味だから、それが、ご飯に、醤油とかでワンチャン合う気もする。梨は。だから、リンゴは絶対ご飯に合わないけど、梨はあってもおかしくないぞと思った。それは俺、過大評価をちょっと、あげました。ああ今聞いて。そっか、じゃあ、3000円なぎよに梨ご飯作ってもらう。なんだそれ。栗ご飯もっと美味しく持っていいよ。これ終わらないんだ。永遠だって。終わらない。お腹が空きました。ご飯食べよう。またね、皆さんもぜひまた美味しい。これは家庭評価、過小評価あったら教えてください。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな動画、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち表変、俺の名前はバキバキ童貞。